8月13日木曜日夜7時になりました。本日も池袋のニコニコ本社から生放送でお送りします、ニコラジー山田久志です。いいですね、いいですね。今日はね、人多い。すごい、いやすごいね。もう囲まれてるね。囲まれてますね。これ夏休みっていうこともありますけど、あ、そっか、やっぱり今日この後のゲスト、今か今かと、そうですよ、ね、待たれてる人人人ね。あ、池袋ビジョン今映ってるかな、これね。あ、どん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 下でやってるから下で、うん、ね、山田さんすごい人気ですよ ね、そうでしょ、ビジョンで見るってこっち側に降りてってくれるんだよね。そうですね、うん、このこちらに階段あるでしょ、うん、人いっぱいいるからくるっと回って、そう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 ね、うん、今日のアシスタントはこちら、アシスタントのりょうです。お願いします。りょうくん、はい、1週間ぶりでございます。1週間ぶりです ね、 ね、いや、なんか早いもんでですね。ほんとなんだよ、りょうくんとやっぱ週1しかね、会わないからね。そうですよね、みるみる成長。もうりょうくん最初来なかったもんね、もうね、どんどん大きくなって。そんなことない、そんなことない、大して変わってない、成長著しいよ、りょうくん。今週どんなことしてたの？今週でもなんかいろいろやってましたよ、僕。忙しかった、忙しかったです、なんかね。だからなんだっけ、先週はほらちょうどさ、海行ったんですみたいな。あ、そうなんですね、昨日桃狩り行きました。あれ、意外にリア充ってるよ。桃狩りだと。なんつんだそれ、いちご狩り、ぶどう狩り、桃狩りあるんですよ、山梨に。山梨何でもあるんですよ。すげえ、さくらんぼ狩りも行きましたし、うんうん、ありとあらゆる果物を買ってきた。いや、もう本当に狩るの好きなんですよね、果物好きなんで。モンハン見てないから。すげえ、桃狩っちゃった。桃狩りました。あれ何個食べれるもんかね、あれ。でもあれ4個食べたんですけど、1個大きくて、ね、大きいよね。もう俺それでお腹いっぱいです。でも逆に3でやられるんですよ。あ、ちょっとね、食べ過ぎたっつって。果物狩りって3でやられるから。勝っちゃったらいいけど、勝っちゃったら結構後でお腹痛くなるんです。ちょっと内臓鍛えといてよ、そこらへん。今日もよろしくお願いします。エジンさんとはこちら。はい、マリオです。よろしくお願いします。はい、いやー、ということでね、実は私たちの内臓ももやられてました、うん、そうなんです、そうですよね。あ、知ってます？昨日ですよね。、ええ、楽しそうなことしてたんですよ。そうですね、昨日2人で焼肉食い始めたのも朝7時だから。すごかった。バカだな。7時まで、まあ、要はニコラジが終わりました、昨日ね、はい、夜9時に終わ、はい、8時に終わってそのまま、うん、秋葉原に行きまして、はいはい、秋葉原でモチュピットっていう新しいこのイベントスペースを僕ら見つけまして、ほうほうほう、でそこのオーナーさんと話して、はい、夜中から始発までイベントやろうっつって、うんうんうん、で僕と竹君とマリオさんで、はいはいはい、昨日朝まで、はい、ついに ね、みんなと、はい、40人ぐらい来てくれたかな、ね、でゲーム実況やったり、うん、カラオケやったり、はいはい、まあ、いろいろやって遊んだわけですよ。あ、こんな感じで。まあ、ずっとこれ竹の悪口言ってる最中ですけど。ニコニコしてるじゃないですか、竹くん。でこ の右下ですごく一生懸命座って思いっきり機材調整してくれる人が実は鮭取りクマホールです。鮭さんね。完全にスタッフと化して。すげえ贅沢な布陣で。いや、いいですね。これは竹と一緒に乾杯する。お酒もいいんだ。そうだ。みんなで飲みながらっていうことで。うん、なるほど。そう。で、竹にドンペルとか入れさせようと思ったんだけど、入れてくれなくて、ドンペル、はい、あらら、うん、お金持ちなのにね、そのお金持ちなのに、うん、で、こんな話をして、はいはい、こういうゲーム実況みたいなものをこれから月一でやっていきたいなと。ほいほいほい。あ、だからりょうくんもちょっと今度ぜひこれ後ろのスクリーンなんですか、これ。うん、後ろのスクリーンが、そう、この要はニコニコ動画映せるから、みんなのコメントを拾いながらとか、そういうのもやれるし、楽しそう。で、ここステージもあるんですよ。はいはいはい。なので、ここでから例えば何ワークショップ的な。ここで、そう、りょうくんの時は深夜、そうそうそう、深夜ワークショップ、夜中に関節動かしちゃうみたいなもんですよ。これね、とかしたり、いろいろやってたんですけど、はいはい、終わったのが朝5時で、みんな始発で帰って、あ、はい、うん、で、まあ、マリオさんと腹すいたなっつって、うん、で、やっぱりさすが東京砂漠ですね、はい、ネットで調べると出てきますね。朝やってる、ね、24時間営業焼肉ってすぐ出てくる。もうね、朝はね、誰も嫌しないです。そうなんです。A さん寝てましたからね。で、もうすぐ電車が混むから帰ろうっつって、7時半ぐらいに慌てて帰りました。そうす、ね、8時ぐらいっていう形で、楽しそう。なので若干ちょっとそっちは3でやられてますけど、こっちは油で、はい、油でやられます。今日まだ、ね、朝から飯なめらでなかった。今日の朝までってことですね。そっか、さっきまで。なるほど。そう、さっきまで飯食った。ひどい話でございます。まあ、でもぜひね、皆さんにもまたね、これ遊びに来てもらいたいし、うん、そうなの、なんかニコラジオフみたいに使えないかなと思って。ああ、なるほど。そう、だ、例えばりょうくんがゲストで来てくれる日は木曜日にやれば、うん、そのままこれ終わってそのまま行けたりとかっていうのはどうかなと考えております、うん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 、はい、ぜひりょうくんも次回遊びに来てください。はい、ぜひ、はい、ね、さあ今夜も行ってみよう、うん。
今夜までロックバンドリンチから葉月、レオ、アキノリの3人が初登場。まあ大体これ4時20分ぐらいかな。さらにカメレオからの動画も、そしてコマティンの生中継もお送りする盛りだくさんのニコラジン木曜スタート。もう今出てますけど、夏休み特別企画ということで、実は今週1週間お送りしているのはこの企画です。池袋で有名人に似てる人探してみた。よっ、そうなの。はいはいはい、こんなことやってたんですね。やってたの。はいはい、やっぱさ、ほら生放送だし、うんうん、中継とかやりたいじゃんって話になって。ああ、いいっすね。だけどそんなに金ないじゃん。いや、うん、だからなんかあの衛星なんとか社とかそこはいっちゃう。いやいや、ないじゃん。そうなんだよ。本当だったらね、そういうほら衛星回線とかで万全を期して車のやつですよね。はいはい、こちらリョウ君ですってやりたいんだけど、はいはいね、月曜日からあのなんつうの、あの手弁当でやってみたわけ。全然もう回線ひでひで音は聞こえねえわ、顔は犯罪者以上のモザイクになっちゃうし、もう誰だか分かんないわけ。ユーザーの放送と一緒じゃないですか。そうなのよ。そうですよね。なのでちょっとずつ改善して、はいはい、月曜日ダメでした、火曜日、うん、よかったです、で水曜日ダメでした、あら、さあ今日です。まあこれはいいでしょうね。ほんと、あー、それはいいですよ。さあ見てみましょう、今日の池袋リポーター、コマティン。はい、あ、綺麗だわ、外だ、すげえ綺麗だ。はい、どうも。おー、コマティン、なんかそれっぽくないですか、これ。そうでしょ、それっぽいでしょ、中継が。それっぽいですね。コマティン、今日もバッチリだよ。それ今どこ？バッチリですよ。いい感じで。うん、どこにいんの？あ、もうあのあれです、ビジョンの向かいで今自分が出て見えてますので。あ、そうそう、今これだ。これ何？え、あ、ビジョンが見えてない向か、あ、逆です、いつもの。びっくりした、今俺さ、このワイプがビジョンに見えてさ、ビジョンも綺麗に映るんだったら、そんなわけないよね。違う違う、いつからあのビルにもまたニコニコのセンサーくっつけたんだと思って全然違うビルですから。違うのね。ということで、はい、コマティン、なんでりょうくん、なんでこれコマティンが中継してるか知ってる？え、なんで、え、さっき言ってましたよね、先々週かな、はいはい、コマティンがこうゲストの時、はい、すっげえニコラジ数字良かったらしいの。だから今数字を持ってる男はコマティンだって話になって、あら、ま、今大変なんですよ、もうバンドエイジかコマティンかっていうぐらいで。そうなんすか。むっちゃ人気ますから。でも水めっちゃ飲む人のイメージしかないですけど僕でしょ、はい、あんなんで何の数字かって思って水飲むの早い人のイメージなんですけどね。なので今日もコマティンに任せれば、はい、この番組が一気に跳ねますから。あら、頑張ります、ありがたい、お願いしますよ、はい、コマティン、行ってきますよ。コマティン、ちなみに、はい、まだ今2900人ですけど、本当にこう数字持ってるんですか？いや、これはあのあれですね、あの焼肉にちなんで2級じゃないですか。うまい、またうまいの拾ってきながら、これやっぱり昨日もね、イベントに乱入してくれまして。あ、はい、あ、そうなんですね。あ、そうなんです。で、すっかりお客さんにも竹より面白いって言われました。今えらいことになってるし、もううち揉めてるんです今これ。なるほど、竹とコマティンで大変なことになってるんです。そんなのあるんですね今。もう大盛り上がりでコマティンが。普通に、もうとにかく竹がもうショック受けちゃって昨日。自分メインだったはずなのに。来週水曜日あいつ来ないんじゃないかと思ってた。そうですよね、心配です。あらまらま。なので有名人に似てる人探せ次第連絡ください。はいはいはい、はい、見つけてきますね、うん、昨日もかなりレベル高かったんで。あら、あ、これあの昨日ちょっと呼べなかった方で、あの写真だけ、あのカフェじゃなくて外も一回出たんですよ。はいはい、でその時に見つけた方で、あの、うん、誰に似てると思います？これ大吾さんじゃない？これもう手でそう分かっちゃいますよ ね似てますよね。でも大吾くんほらちょっと可愛い顔してるじゃない、うんうん、いや、コマティンはしかもね、イケメンをちゃんと探してくんだよね。そうですね、行ってきますよ。そうなのよ、池袋ね、はい、いいですね。ねえ、ちょっとあのニューブサイカーズよりも、うん、とりあえず似てる人の打率は高いって今話になってますから、はい、あ、そうです、僕の方がちゃんと数字持ってますんで。いやいや、だからその2人で言おうよ。来てくれてたじゃない、ニューヨークサイガーズも、ね、じゃあ池袋の街で探してください、お願いします。お願いします、ありがとうございます、頑張っていきます。ということでね、これからこのコマティンは、はい、そうですね、自分のユーザー生放送、ユーナマも配信しながら池袋で有名人のそっくりさんを探し回ってもらうと、うん、あ、これでも一気にまたコメント増えたって、やっぱり、うん、本当ですか、コマティンで。さすが。だこれこちらのリンクからそうですね、ユーナマに飛べるんで、ね、二窓で、うん、なのでこれ今二窓で見てもらうと、すぐコマティンがいろんなあの芸能人に似てるそっくりさんを探した瞬間もほら確認できるじゃん。そうですね。でニコラジも見ててもらえれば、うん、でこうリンチ見ながらそっちも見てっていう話ができるかなと、うんうん、なるほど、両方楽しんでもらいたい。はい、はい、ではお願いいたします、はい、続いてはリョウ君のこのコーナーです。はい、それでは原曲いってみましょう。戦車リョウでござる。いいね、リョウ君、はい、
あれテンション切れてきたね。そうですね、ちょっともうこれ振り切ったもん勝ちかなと思って。いや、その通りだね。あれやべ、りょうくん向けてきた、向けてきた。というわけで今日もやっていくでござるよ、うん、こんな、あ、ござる使ってる。全然僕の知らんお客さんばっかなんですけどね。いいでござるよ、この子ずっとね、これが口癖なんでござるよ。興味なさげ。テンション上がるぜ。負けるな。よし、いいぞ。というわけでこの企画はでござる、うん、僕木曜アシスタントリョウのことをより知っていただくためにですね、うん、僕の愛するアイテムやグッズなどを紹介していくという企画でござる、うん、ね。今日はやっぱりね、ゲストで初めて見に来てくれた人もね、多いでござるけれども、うん、そうなんでござる。この子はね、うん、ダンサーなんでござるよ。踊るんです。そうなんですよ、一応ね、むちゃくちゃ踊りが素敵でね、しかもね、動画にもいっぱい上がっててね。そうなので、ちょっと見といてちょうだい。そっか、俺のこと知らん。そうですよね。そうよ、そうよ。何者なんだってことですもんね。やっぱそんなもんですよ。じゃあもう紹介したいと思います、ね、じゃあそんなりょうくん、今日何の写真紹介してくれるの、うん、こちらでござる、ドン。ええその反応ですよね。ちょ、待て、何のゆかりに、なんか何の関係、今の流れと何の関係もないやつ。あ、ちょ、待って、いつもさ、りょうくんの家にあるものとか大切にしてるものとか、はい、そういうものじゃん。最近ちょっと食べ物を、僕あの、何好きというか食べ物好きって普通だよ。人間だもん。違う違う、食べていかないと死んじゃうし、これ、うん、みたいな。僕食べ物好きなんあ、うん、これみたいな。だからその皆さんもこれ知ってるかなみたいなのを持ってきたんですよ。っていうこと、うん、じゃあ食べ物なの、これ。食べ物です。ちょっと待って、マリオさんも今ずっともう口開いたまんま。でもね、あのね、山田さんもマリオさんもグルメですから。これあれじゃね、俺がもし好きだとしたら、こっちも辛いでしょ。これ辛くはないんですよ。もう違う。俺あれかと思ったの、ケジャンかと思ったの。あ、違います。なんか、え、違うんだ。でも美味しいですよね。辛くない。次の写真いきたい。マリオさん何だと思う。揚げ物に見える。揚げ物、まあね、あ、揚げ物に見える。そうか、揚げ物に見える。中華っぽいか。じゃあそしたら揚げ物ではないです。揚げ物でもない、うん、そこまで出しても分かるかなって感じです。じゃあ次の写真いきます。こちら、うん、お、え、お、あ、でもなんかちょっとグロくない。コメントでは何、コメントね、魚ってきてますね。まずね、お魚。コメントね、今ね、ちょっと今これお魚正解流れたから、ちょっと、え、正解流れた、正解流れたから、ちょっと今びっくりしました、ね、魚に見える。これ、これ今魚なんですよ。魚どうなってんの、はい、この魚がどういう状態、これ、え、これ、ね、逆で開いてんの、何これ。次の写真もいきますか。うん、わかんない、はい、ぜひ、はい、どうぞ。え、あんま変わってないぞ。え、な、何これ。これまず魚が何かってことですよね。うん、わかんない。じゃあこれ甘く煮つけてるんですけど、うんうん、こちらなんと、うん、まあ答えなんですけど、うん、コイコクって言って、これコイなんですよ。これ旅館に、あの、会津に僕先週行った時に、先々週かな、行った時に旅館に出てきたんですけど、あれコイコクってこれコイなんですよ。これこの間、あれ同じ店行ったんじゃないか。え、あれあれ、俺これ会津、あれ俺なんかこの間コイコク食べたな、そういえば。あれそれも、それも福島だったな。福島です。いや、確かにそうなんだよね、美味しいんだよね。なんかここでよく食べるんだよって言って。そう。いや、俺も実は、うん、ここに来る、ここに行くまで苦手だった。はいはいはい。ちょっとこう、皮臭いっていうか、泥臭い味で、ね、うん、なんか昔アライとか食べたの、あ、鯉のアライって言ったの、刺身ねとか、全然苦手っていうか、まあ、わざわざ好んで食べるもんじゃないと思ってたんだけど、うん、この福島行った時に、うん、出されて食べたらうまかった。いや、これ美味しかったです。うまいよね、はい。これ、コイコクの絵か。初めて食べて、めちゃくちゃ美味しかったんで。あの骨まで食べれたやつじゃない。あ、食べれます、食べます。ね、甘露煮みたいな感じで、もう柔らかくて、はい、そうです。それだ。あれ美味しいんです。会津の食べ物も美味しいんですよ。そうなんだよ、これ。だからこういうの食べてもらうのもね、支援になるから。うん、そうなの。そうなんですよ。福島ってでかいんでね。大きいですよ。本当みんながこう新幹線とかで来るようなところから会津ったら結構ある。あ、あります、あります、ね、うん。でも綺麗な、あの、ほら、なんだっけ、あの五色沼だっけ。五色沼、なんかすげえスカイブルーみたいなさ、湖とか海なかった、会津。どこだろう、会津か。すげえ綺麗な、そこ行ったことあるんだけど。あら、うん、なんで俺一人ぼっちにさせてんの。せめて誰かコメントでいないの、誰か、あそこねみたいな。どうなってんのこれ。でも最近山田さんも福島行ったんですもんね。行ってる、うん、あ、これ何、これちなみに、あの、ソースカツ丼。あ、これもね、福島の名物でしょ。そうなんですよ、会津で、あの、卵閉じないやつね。そうなんです。こちら閉じてないと、その下の方に、あの、卵焼きが引いてあるんですよ、カツの下に。はあ。なんかさ、福島行ったら、だってどっちにしますって言われたもん、カツ丼の時。本当、普通にカツ丼って言っちゃうと、こっち出てきちゃうの。はい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 。俺たちって普通にカツ丼って言ったら卵で閉じるじゃん、うん、
そう、確か福島は違うんですよ。デフォルトはこっちだった。そうなんですよ。でこれがもう名物なんだって言われて、めちゃくちゃ美味しかったんです。いいね、完全に今日飯テロだねこれ。そうなんです、番組的にはやっぱ食べ物っていいなって思って。いや、どうしただからどうしただから、なんかいろんなところやっぱ食べ、その悟りみたいな、どうしたガンジーかどうした。これあんまりその普段からあんま食べる感じじゃないので、ああなんか山田さんとかね、美味しいとこ連れてってくれたりとかで、あれだ、俺がなんか最近そういうもの送ったりしてるから食べ物目覚めたんじゃない。だからでいろんな話されるじゃないですか、うん、あ、やっぱいいなと思って。よし、じゃあまた送るよ。ありがとうございます。何系がいい来月は。え、でもご飯と食べれるやつだった。ご飯と食べれるいいなと思いました。だってそれまでほらご飯も炊かないって言ってたじゃん。そうなんですよ。大丈夫、自分で料理しないんで。そのために炊く。炊きます炊きます。ご飯系のものでもいいし、あとパン系に合うもんでもいいよ、ちゃんと言って。パン系、うしたらご飯系ですね、うん、僕ほんと、はい、あとあれだよ、町会議、ほらもうこれね、町会議でみんな留守すると思うから、留守じゃない日を言ってよ。いや、クール日で届いちゃうから。そうそう、受け取らなきゃいけない。重要なの俺それが、すごい気になるタイプだから。ありがとうございます。一人暮らしに送るとき、それが大変なんだよ。マリオさんちゃいいのよ、実家に送れるから。そうなんですよね、僕一人暮らしなんで。ただその場合、マリオさんが旅してると、もう帰ったらもうないから。お父ちゃんお母ちゃん食べちゃってるっていうのがあるから。そう、それだけ言っても。はい、大丈夫ということで、りょうくん最近は恋国にハマってるというりょうでござるるでした。さあ、この後は今夜ゲストが登場なんですが、その前にまだまだニコラジファミリーのバンドである今度はカメレオから、はい、例のアレ的な動画またまた届いちゃいました、はい、ご覧ください、はい、こちらです。はい、どうもー。どうもー、カメレオ熊本県に来ちゃいました。来ちゃいましたね。ひーちゃんも一緒に来れたね。笑ってね、ひーちゃんも笑ってるね。手動くんだね、これ ね、うん、服着させてもらってね、うん、今日もね、ひーちゃん一緒にね、出てるね。あ、手出てるけど、一緒にね、熊本のみんなをね、ニコラジファミリーにしちゃいたいと思いますよね。ひーちゃん、OK、行きますよ。えい、えい、おー、お次はライブステージで。はい、熊本のライブステージにやってまいりました。みんなイエーイ、イエーイ、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。熊本といえばやっぱくまモンさんじゃないですか。ただ熊本で最近やばい番組があるってみんなが言ってるんですよ。聞かせてください。いきますよ。にから始まる4文字の言葉の番組は、はい、イエーイ。熊本のみんなも大好きニコラジー。オッケー、熊本からお送りしました。またねー、みんなバイバイするよ。バイバイ、イエーイ。本当にこうやってね、全国47都道府県でずっとニコラジってこう言い続けてくれてる、うん、そうなんですよ、どこでも言うもんね。俺なら心折れますよ。いや、そう、47回は言うことになりますからね。よく言ってくれてますよ、はい、ほとんどのファンは、はぁってなってるんですか。ありがたいね。いや、ありがたいね。今後のスケジュール、はい、まあ、まだまだ全国飛び回りますよ、カメレオは。8月もぎっしりですね。すごい、うん、びっちりだね。すごい。や、ま、大丈夫か、メンバー墓参り行けねえぞこれ、みんなお盆まで。すごいよこれ、墓参り、本当ですよ。ありがとうね。これ引き続きカメレオともどもニコラジもよろしくお願いいたしま す。以上、カメレオからの動画でした、うん、さあ、いよいよ、どう来た、ピンポンだった。さあ、お待ちかねの皆さん、はい、来ますよ。ここからなんと、さあ、P ダッシュバロコのビジョンにご注目。来てくれました。どうぞどうぞどうぞ、よろしくお願いいたします。どうぞこちらに。うわ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 、これはもう間違いなくそうですよね。間違いなくですね。キョトンとした感じで、こんなにね、囲まれて見られるのかっていう、本当にね、想像ちょっと絶するかと思うんですけれども、改めまして、じゃあこちらのカメラで自己紹介お願いできますでしょうか。お願いします。これですか。そうなんです。ちっちゃ。ごめんね。でもね、ちょっと意外にカメラちっちゃいんですけど、見てください。結構でっかく映る。すごいすごい。で、今これが池袋のビジョンで今壁に、壁にも映ってますんで。あ、はい、ありがとうございます。お願いします。リンチのボカラ好きです。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、ギターのレイです。よろしくお願いします。お願いします。さらに、ベースのアキオです。お願いします。お願いします。ということで、これ3人でリンチ。
いプロレスにしようもう今早速ねちょっとイケボだと言う話でガンガン来ましたが改めてりょうくん、はい、初でございますので、はい、リンチさんを紹介させていただきたいと思います、うんうん、2004年8月葉月さん、レオさん、浅直さんの3人により結成2006年7月にギターのユウスケさんが加入、うん、2010年9月ベースの秋典さんが正式加入しました、うんうん、2011年6月にメジャーデビューをして、うん、ライブでの活動にこだわり毎年精力的に全国各地でライブを行っております、うん、今年結成11年を迎え、8月から3ヶ月連続 CD をリリースしております、うん、秋には全国ツアーも決定し、8月末にはムックさんとの対バンも決定しており、うん、9月30日にはサッツさんとの対バンも決定しております。ますます目が離せないロックバンドでございます。よろしくお願いします。ということで、ほらもうね、いやすごいですよ、さっきと表情が違うもんね。いやさっきなんか恋国の昔に言ったらなかったぞ。全然今日恋国じゃなかったですね。全然興味なかったけど、なんかこっちでも3人来たのもん。なんかちょっと体温も上がってるもんね、もう女の子たちがね。ほわーってニコニコしてる、うん、ほら、しかも上がってるって言ったら否定してね、うん、嬉しいですね、これこの距離で。いいですよね。ちょっと改めて伺いたいんですけど、じゃあリンチの皆さん、うん、このニコニコ動画っていうのはこう出演は、まあ、何度か。あ、じゃあもう慣れてるんですね、こういったコメントを読んでこう喋るようなことは。そうですね。ね、はい、お家でもこうたまに見たりするような時間もあるんでしょうか。うちはそんなにはあれですけど、うん、どうですかね、動画チェックだとか、うん、あんま見ないですね。そうですか。そう、僕この間あの彼がサポートで、はい、あの演奏してるのを、はい、見てました。ああライブ中継、ライブ中継。おお、そうかそうか。確かにね、そういうチャンネルもいっぱいありますから、はい、じゃあ自分でコメント書き込むとかまではやってないですね、はい、なかなかそうですよね、はい、僕書き込みました。おえそのライブを見て書いたってことですよね。頑張れ頑張れなんていい人たちだ。ありがとうございます、うん、お互いに、まあ、本人には伝わってなかったですけど、でも後で見ればね、そうですね、うん、すげえ超嬉しくないだってメンバーが頑張れ俺は見てるぞっつって、ね、いや本人知らないですよ、ね、本人は知らないけど、うん、実は頑張れとコメント打ってくれてたという。さあ先ほどから言いましたがライブ本数がまずすごかったということの情報ですけど、年間何本ぐらいやってるんですか。どうですかね、でもインディーの時の方が多かったですよね。そうだね、だいたい年間50から60ぐらいはコンスタントにずっと続けてたんで、うん、いや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 、ってことはもうだって週1以上ですよ。だからそうですね。ああそうか、まあ音源を作る期間とツアーをやる期間で、はい、ツアーやるときはもうほぼ毎日、もうそのぐらいになってる。 うわそうかそうか、だから別にずっとツアーだけやるわけでもないわけだから、そうか、うん、レコーディング期間が経たらガーッと結構一気に回らないと50分60分でできないわけですよね。そう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 。はあ、これ最初は3人だったってことですか。これこの今の情報によると。そうですね、そうですよね。こうきっかけから教えていただけると、うん、元々リーダーのきっかけは僕が葉月に声をかけ、これまず声をかけたのは、ね、どこからのきっかけですか。いや、彼の声と作る曲がすごい気に入ってたんで、まあ、僕がその前のバンドを辞めた後に、はい、まあ、漠然とこういう音楽をやりたいなっていう時に一番最初に候補として、はい、うん、一緒にやりたいなって思ったのが彼で、でその後、はい、ドラムを探そうって話になって、で朝直に声をかけて、はいはいはい、でベースが全然決まらなかったんですよ、うん、なかなかこいつとじゃないとやりたくないなっていう思える人間が見つからなかったんで、で曲のストックもあったんで、うん、もうライブ活動を先に始めるかっていうことで、ーベースはサポートっていう形で、まあ、その3人の体制、もうまずはそれで始めちゃおうと、はい、ですね、そういうところだったんですね、うん、その後ってことですね。だからですね、ね、はい、秋典さん、はい、これもビビッときた理由は何ですか。じゃあそういった点では、なんだろうね、何ですかね、ちょっとそれをまず知りたいよね。秋典君ですか。はい、彼は釣りがきっかけで、いやいや、何そんな、そうなんか一本釣りみたいな、あ、ベース釣れたぞみたいな感じですか。そんな簡単な、本当にそうで、そのベースの腕前より釣りの腕前に最初に注目がいって、すごいやつがいるらしいっていうことで、なるほど。でそのすごい釣り師として、まあ、一緒につるんでたんですけど、もちろんね、ただ友達としてもいいぞということで、うん、そしたらある日まだ偶然ベース弾いてるとこ見まして、偶然だったんでね、はい、あれがなんかちょっと弾けないみたいな話になり、うん、でまあ若いし、はい、あ、うまいねっていうことで、じゃあやったらみたいな何これですかね。
むしろじゃあ釣りをそこまでしてなければ、うん、そうですね、かけてなかったなかったなかった絶対言い切っちゃってくれます釣りがあったからってよかったって言ったらいいんですかこれ本当によかったわちょっとみんなミュージシャンになりたいやつ釣りしとくの釣りしとくの間違いない間違いないっていうか何きっかけが生まれるみたいな、うん、はあ。ここの最初の印象は逆にどうでしたかどう声かけられた時のレオさんですか、はい、レオさんは僕大昔から知ってたんで大昔から、はい、それこそ僕の当時のバンドのメンバーが、うん、なんかレオさんのバンドのローディーつって付き人みたいなやってたんですよでも大先輩だったから、はい、あこれついに僕も売れれるのかなみたいな、うん、あったっすよ、うん、あの方から声かけてもらえるということぐらいなついにチャンスが来たぞみたいなあったんで逃すもんかとじゃあもう本当に即答でぜひとそうですね、ただ僕もどうしても自分でなんか曲を作りたいみたいなのがありまして、はいうん、それだけこう確認というか、うん、あ、そういうことも僕作りたいんですけど大丈夫ですか、はい、っていうことでしたらもうむしろそのつもりだからっていうことでじゃあ絶対やるっていう、なんかもっと聞いていいですか全然全然そういうのって場所どこなんですかこれ一緒ですよね大体焼肉屋焼肉屋そうですね本当に俺とマリオさんそんな話なんなかったなってなんなかったですねなんだよ全然してなかったか焼肉焼いてるじゃないですか、うん、突然話すんですかそれ大体もう食べちゃったからですねじゃあまずは何もなくまず食う基本やっぱりあの若いバンドの子は貧しいんでその通りだ、まあ、確かにちょっと飯をおるぞって大人の財力ですねまず人来ますよね好きなもん食えともう、はい、あこの人金持ってんだなちょっとこの場合だとタダで食っちゃったしもう断れねえなってちょっとあるんですよねその圧はこう外堀からうんでそうですね俺もう食ってから断れないこのままじゃあの全国のバンドやってる皆さんに言って、焼肉屋で話した方がいい臨時式そうですね焼肉屋で一回食わしてからいやこの人もそうですもんそう、はい、本当ですかやっぱ受け継がれてるんですねあ代々としてでもまず食べさせてもらって食べさせてもらって僕は葉月さんから、はいうん、食べさせてもらってただ飯食おうって言われたから食ってたのに今日は好きなだけ食っていいよ今日は寿命ないんだからな彼もやっぱ貧しくて焼肉行こうぜって言ったら断られたんですよ金ないっすみたいなあそうかそうか割り勘じゃ無理っすみたいな払うっつって大丈夫だって払うつってあれなんですけどね、レオさんのお金なんですけど、僕のお金じゃないです。ここなんていうんですね、ここ全部ね。領収書持ってる。面白いね、これ。リンチすごい、こんな知らなかった、俺。そんなこと食べたらもうメンバーですよ、そこで。そうですね。ある意味、もう焼肉呼ばれたらピンときた方がいいですね。そうですね。俺も食べるかも。好きなもん食べていいって言われたら警戒した方がいい。どっちかだね、警戒。フラットに考えれなくなるんで、物事を。食ったしな。いやでもそんなね嫌々つながってもあるじゃないですかそれで11年目なわけないじゃないですかさあここで目安箱とかにも質問届いてるんでしょうかね、はいはい、今日はねたくさんファンもね来てくれてます、うんうん、今さっきの話で言うと、うん、釣りのことありましたからね。そうなんですよ僕あんまりやんないですやりますかやらないんですよ僕もマリオさんはやんないですね僕ねあの短期なんです、うんうん、で本当は短期な人は向いてるって言われたんですけどやっぱり向いてないです あれ、ね、何が楽しいんですかなんですかね。釣れない日があるんでしょ。まあまあまあ、なかなか釣れないですよ、ね。やらないんで。あ、やらないですね。この二人が。釣れない日は何が楽しいんですか。なかなか釣れないんだよね。でも釣れたら多分面白くないんですよ。そうなんです。釣れたら面白くない。餌じゃないんですよ。使うものがルアーって言って、はいはいはい、でおもちゃみたいな。はいはい、騙し合いだったんですよね。なかなか釣れないんですけど、うん、なんていうんだろうね。条件が合うと釣れんだよね。それがガチッとハマった時のその状況に合ったルアーを使って動かし方とかあるんですよ。ですよね、だからもうむちゃくちゃ嬉しいんですよ釣れた時が。その何回もじゃダメな日もあるわけですよね。あります。全然ありますよ。毎日行ってもダメで、うん、でもある日突然その何かが合致した時に、うん、ガッとくると。そうです。そうその快感が忘れる。その快感だけでいいんですか、うん、それも半端ないですよ足震えますからね危ないわ船の上で震えたら危ないわちなみになんですけど、うん、ネット用語としてでもですねあの使う釣りっていう言葉がありまして、うん、こちら魚釣りではなく人を釣ることとして使われておりまして、うんうん、あーこうねそうなんですよ、うん、言葉という餌で人を釣るそうレスをもらうという意味なんですけども、うんうんうん、これからユーザーの皆さんにですね、うん、リンチの皆さんの食いつきそうな言葉をコメントしていただいて皆さんをリンチの皆さんなるほど釣っていただこうとみんな釣ってくれと、はい、みんなの餌にどれだけリンチのメンバーが反応してくれるかそうなんですはあ。リンチさんがコメントにこう反応するそうですねじゃあ今のこの映像を見てもらって興味のあるコメントがあったら声出して言ってみてください
さあ誰をつ、ね、誰が釣れるか、そうですね、これも、ね、どういう順番ないですか。いやもうもう気になったところからバッと言ってくれれば、拾ってくれれば、完璧に釣りできてますからね。そうですね、いきなり。そうですよ、何が気になるやべえなこれ、これ犬多いですね。あ、今犬釣れましたね。今どうですか。完全僕向けです。おってことはもう釣れちゃいましたね。釣れちゃいました。どうしてですか。でも犬好きなんです。そうなんですあれ、ここの両脇が釣り好きなぐらいリーダーは犬好き。犬好き。例えばどういうことが、いや、まあ、自身も犬飼ってるんですけど、はい、あの自分のちょっと恥ずかしいエピソードなんですけど、はい、あのツアー中にあの今サービスエリアでドッグランがあるようなサービスエリアってあるじゃないですか。昨日も、はい、あそこでそのツアー中もう自身の犬が恋しい時に、はい、こうドッグランで遊ばしてる方がいたんですよ、はいはいはい、でちょっと触ってもいいですかってお願いして触らせてもらってたんですよ、はい、もうその時の僕はもうムツゴロウ状態です。そうか、もう全然自分の犬じゃなくてもう、そうもうあいあいっつってそっか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 、こうやってたら、ええ、昨日お疲れ様ですって言われて、あの飼い主さんがその前の日のライブ見に来て、ちょっとさっき聞いてる、ちょっと違う顔見せすぎちゃってもう戻れないよ、リンチに。もう恥ずかしかったです。やばかったですもん、かなりゴリゴリに。そんなやばいですよ、わーっつってやったところで。いやもうそれ以来ちょっと警戒するんだよ。ダメだな。でもそこまで好きっていうのもすごいですね。だね、ドッグランのところに素になっちゃうんだね、もう。そうですね。だってしかもほらツアー中で要は自分の犬に会えない寂しさからドッグランについつい足が行くってことでしょ。すごいですよ、そこまで。はあ、これ今犬釣れましたね、まさにね、はい、見事に釣れましたよ。さあ他釣れませんか皆さんね、他のメンバーも釣ってください、うん、さあさあさあ、まだ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 釣ってくれないですよ。僕らは分かんないからあれなんですよね、そう興味ある言葉ばっかり出てくるんですよね、漫画喫茶とか、何かなみたいな。秋元さん、無理やり我慢しなくていいんですよ。もう気になった言葉で釣ってもらっていいんですよ。何でもらってもいいですよ。食いついていいんですよ、パクッと食いついてもらって。なんか今ハマってるものとか、あちょうどね、俺っていう。おっ、失礼しました。いや食いつきました。マニアックすぎるんでやめます。マニアックすぎるやめとくってのもあるんですよ。ってことあれだね、食いつくと話が長くなるのかもしれないね。面白い。お、まあ、みんな見てくれてますよ。藤岡弘っていいですね。おあれ、お食いついた。これどうして、釣れた。僕もう最も尊敬する人なんですけど、あれちょっと今なんとなく声も似てるんだよ。マジですか。ちょっとなんかモノマネしてもらったらできそうだね。なんかね、本当藤岡弘さんに憧れてて。わってことで、やがてはやっぱり山奥とかで。山奥とかいつか冒険したいです僕。おお、やばいよ、ツアーから帰ってこないよ。なんかでも意外なんですよね。ねえ、てか初めて聞きました、うん、あほらほら、なんで言ってもいなかったって。いや、でも一回ラジオで言ったんですよ。じゃファンの方が藤岡弘さんのファンクラブに入らないと買えないコーヒーをあプレゼントしてくれて、もう感動して、ね、まだ僕家に飾ってあります。ほら、本当に今低い声似てるよ、すごい。なんか、ね、なんか最初聞いた時びっくりした。うわ、何が最初好きになったきっかけですか。いや、もう最初なんか冒険の番組に出てたんですよ。冒険がしたいの、ね、どっかの洞窟に謎の地底人を探しに行って、ええ、それを小学生ぐらいの時に見て、あ俺も行きてえな。大丈夫ですか。藤岡弘さんが好きっていうわけではなんか、冒険が好きってことで。いやでも本当藤岡さんかっこいいな。すごい。これちょっと直接にね、何かお会いする機会があったんで。そうですね、ありがとうですよね。もう伝えたいですもん、この気持ちを。ね、ライブの乱入ありで今度。藤岡さん結構ああいうのそれでやってくれるから、いきなりいいね、リンチのライブの後ろで演舞とかしてくれるの。藤岡です。それは見たい。さあまだ食いつきませんよ。長いさ、長いですね。長いことで喋んないとダメですもんね。あ、でもいいんですよ。これがだからでしょ、さっき言ってたフィッシングの醍醐味ですよ。簡単に釣れないんですよ。あ、なるほど。簡単に釣れないですけど、何かのコメント言った瞬間にガクッ、ね、ガクッと皆さんは釣れた時に入れ食いになりますから。そうですよ。さあ、みんなほら、餌が違うんじゃない、変えた方がいいんじゃない、餌を。餌を変えるってことね。僕待たなくていいんですよ、皆さん。そうですよ、合わせる、うん、餌の種類を変えた方がいいんじゃないですか。デザインとか、とか形とかあるんでしょ。もう変えないと、ルアーを変えていかないと。これちょいちょい釣り人の人が見てますよね。そうだね、コメント書いてます。いや、きっとね、これを入れればほら、釣れると思ったんじゃないですか。なるほど、なるほど。なかなかボーカルが釣れませんね。いや、ユーザーの皆さんも頭回してるんでしょうね。何が好きなんでしょうね。ガンカッチリ見てますけどね。いや、ほんとにめっちゃガン見してくれてますけど。気になるんですよね。面白いは面白いですね。
はい、面白いけど今まだ餌までじゃないと食いついて話したよ。慎重に選びすぎてますね。なるほど、もう食いついて喋りたくなればすぐ行っていいんですよ。もう、うん、あこのこと喋りたかった。ちょいちょい大丸あり。ああなんかねラーメン多いっすね。ラーメン。おっと。ラーメンしますかじゃあ。おお。はい、はい、ラーメン。好き。好きですね。こう池袋メッカですけど。らしいんですよね。僕知らなくて全然東京は分かんないんですよ。うん、あ主にはどこが専門？やっぱツアー先で、はい、その北海道はもちろん。いいね。青森も好きだし、そう九州の全国の徳島も美味しかったし、あ確かにね、うん、全然種類違いますもんね。そうですね、ラーメンね、うん、今まででちょっといや今のところのベストアンダーっていうのとかちょっと ね言ってもらえると、うん、なんか教えてもらえるとファンも行きたかったですね。ここは美味しかったっていう、今のところここっていうのどうですかね。さっきでもちょっとコメント流れたんですけど、はい、札幌でめっちゃ行きにくいんですけど、すみませんけど、あの狼スープっていうところが、わかりました、中島公園です。あすぐです。そう山田さんですよね。当たり前です。山田さん私の頭の中にはもう何千キロもありますから、すごい、ぜひお勧めします。いいですね、そこはいいところ。ここはよくあそこ見つけてくれましたね。あのだってすすきのでもないし、全然ですね、真ん中の方でもない。初めて行った札幌のラーメン屋がそこだったんですよ。あそこからもうじゃあやみつきに。そうです。あら決してあれですよ、狼で出し取ってるわけじゃないですからね。なんかすごい、なんか何なんですかね、なんで狼スープっていうんだろう、ね、独特な、うん、行ってほしいです。飛行機乗って行ってくださいみたいな。飛行機乗って。ね、うん。あら、他の店もどんどん。本当だ。ほら今。とか。ほら餌出してますよ。他のは行ってくれないのかっていう。AKさん末広。末広、僕青森の末広が大好きで。あの朝までやってるところですよね。そうね。そう。詳しい。黄色い看板のね、あのね、角にある。詳しいですね。いやもうラーメン屋なら任せてください。いいですねこれ。なるほど。お。いいね、ちょっとこのコメント食いつけ面白いねこれね。これいいですね。ね、はい、じゃあそんなリンチの皆さんもコメントずっと見ていただきながらで結構なんですが、りょうくんお知らせお願いします。はい、こちら、うん、リンチの皆さん、まず3ヶ月連続でリリースするということでですね、まず第1弾、うん、先週5日にリリースされたばかりニューシングルイボークです。やったー。そして第2弾、来月9月2日ニューシングルエタニティをリリースします。やったそして3つ目、第3弾、10月7日、待望のニューフルアルバムもリリースされました。今ね、メンバーも持ってくださってますが、こちら、これね、本当にその3ヶ月連続リリースって言葉で言うのは簡単ですけど、うん、大変だと思うんですけど、ね、むっちゃ大変ですよ。やっぱそういうことですよね。びっくりしました。じゃあこれ、決めたのは自分じゃないのかな、じゃあ。僕らなんですけど、インディーズの時にも実はやったことがあって、うん、でもうその時とはやっぱなんて言うんでしょう、プロモーションの量がもう全然違うので、レコーディング終わったと思ったらプロモーションの日が始まり、あれ気づいたら7月終わってたみたいな。そうですよね。いや確かにそうなんだよね、うん、これなかなかこのねミュージシャンにならないとわからない感じだと思うんで、うん、まあファンの皆さんね詳しい人はわかるかもしれませんけど、このプロモーションというのは本当に全国津々浦々いろんなところの、それこそねステーションマラジオの放送局行ったりだとか、テレビ出たりだとか、あとコメントを取ったりだとか、あと雑誌の取材もあったりだとかっていうのが、まあある意味本当にほぼほぼ1日、うん、それも何日も使われるというか。そうですね、フルですよね、下手したらね。本当でもありがたいです、ね、はい、いやだからもうこのイボークのタイトルの由来はみたいなことを朝から晩まで何百回聞かれたりするわけですよね、いろんなところで言うと。でだんだんちょっとずつ嫌にもなってきてここもそこの一つみたいな。そうそう、ね、いやいや、そんなことない、そんなことない、この経験もしてっていうことなんですから。ありがとうございます、はい、今回じゃあ一番こだわったところを教えてください、うん、ぜひこのまずはイボークから。どこかな、悩むな、ね、でもやっぱ聞きやすいっていうところが僕はまあ常にどの曲もなんですけど、はい、作るときには一番実は念頭に置いていて、うん、シャウトしかない曲でも聴きやすくってできると思ってるんですよ。おメロディアスだから聴きやすいとかってあんまないと思ってて、はい、そういう意味でこう一発で体に入ってくるものっていうのを意識しましたね。タイトルの意味は、あ、ごめんなさい、はい、でもそうですね、これねもうあれなんだよな、きっかけはまた釣りなんですけど、はい、そこのやめときます、うん、それやめときます。いやそれはダブルフィーリングってこと。いやいや、でもなんだろうな、歌詞書くときに考えてたのが、僕がその中学校とか小学校とか当時にそのなんだろう、好きなバンドに影響を受けてこう夢を持ったみたいに、まあ、呼び起こすっていう意味なんですけど、こう聞いた人のなんか夢をこう無理やり呼び起こすようなものにしたいなと思ったんです。だからこれがきっかけでバンドやりたくなりましたとか、なんだろう、そういうものになっていってほしいっていう。そうですね、そのきっかけになってほしいとはすごい思っていて、自分もそういう音楽でね、こう世界に今そうですね来たようにという、うん、
皆さんそうなんです、ちょっとそのエネルギーを感じてもらいたい、ね、はい。ちなみにこの第2弾以降の制作ってのは終わってるってことですか、この今アルバムって話になってるってこと。もう第2弾シングルも終わって、ね、今フルアルバムの歌取りがちょうど昨日終わって、終わって、あとはミックス残すのみですね、はい。楽しみだね、これ3ヶ月連続だから ね毎月楽しみですからね。本当だよね、うん、もうこの曲すり込まれたと思ったらまたすぐ新曲のみたいな話になってくるでしょ、みんなもね、うん、ちょっとぜひ早速その、はい、ニューコンのイヴォークを、はいはい、改めてこちらのカメラで曲紹介お願いできますか。はい、それではご覧ください、リンチでイヴォーク。はい、お届けしたのは絶賛発売中リンチさんでイヴォークでした。もう今早速ですね、そうなんです、まさに今書いてくれました、ね、上手ですね、ありがとうございます、すごい。ぜひもういろんなジャケットもデザインとかに使ってもらいたい、お願いします、ね、さあ続いて、はい、今度はですね告知と言いたいところですが、はい、そうなんです、ただでは告知はできないということでこのコーナーやっちゃいます。最後の告知をかけてアンケート50-50。はい、3ヶ月連続リリースなど告知満載と思われるリンチさん、しかしこのニコラジ恐縮ですが、ただで告知はできないんです。そう、現在夏休み真っ只中ということで、ユーザーの皆さんがですね、うん、この夏やり残しているだろうものを2つ提示していただきます、うん、それをユーザーアンケートにかけまして、見事 50-50 になったら1分間告知タイムを差し上げます、うん、ただし失敗するとそのままお帰りいただきます、よろしいでしょうか。まあでも大丈夫、ベテランですか。そうですね、で、あのさっきも言ってましたけど、プロモーションを結構やってきたって言ってたんで、あ、慣れてる。そうそう、もうあのもう言うことほとんどないんです。もうみんなまた同じことを言うこと、言うことねえやってことですか、ね、そうですよ。いやいや、それはちゃんと勝負をしたりです。確かに、はい、ね、ちゃんとあの50-50の意味分かりますかね、うん、このパーセンテージで今出る2択をこれから作ってもらいたいんです、うん、はい、で結局この今8600人見てる人がこう答えていくので、最終的にはパーセントで出ちゃうんですよ、うん、これをなんとか、まあ、誤差 2% ぐらいの許容範囲で半々に割ってほしい、はい、まあ、さっきで言うと、うん、まあ、味噌ラーメンか醤油ラーメンかみたいな、うん、そうです、こととかを出して朝はパン派か米派かみたいな、なるべくこう選べないよみたいな2択を、はい、作っていただけるの、いただけるとね、はい、ということで、しかもユーザーがこの夏やり残しているのはどっちというお題で考えなきゃいけない、はい、そうですね、うん、これも楽屋でお超話し合ってきました。あら、はい、お、さすが狙いに行く、さすが多分狙ってきたってことです。あれ、え、あれとですよねあれ、こういう時これと、これとこれ、うん、あ、そうそう、狙いに来た、はい、もう完全に告知なんてどうでもいいですから、あれってことは当てたいってことですよね。受けられない、なるほど、当てたい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 、告知はどうでもいいすげえ、当てに行きます、かっこいい、当てに行きます、当ててください、やり残してると思いますねなんだろう、やり残してる、絶対に。じゃあ行こうか、ね、じゃあお願い、うん、さあ出してもらおうか、ここはこれも初、はい、お願いいたします。はい、じゃあやり残したことで、うん、1個目、ビアガーデン。お、ビアガーデン、はいはい、うん、で、もう一つはビアガーデンですよね、うん、バーベキュー。バーベキュー、おお、さあ、今出してもらおうか、これビアガーデンとバーベキュー、さあ、これ結構いいと思いますよ。いやー、俺もありますね、これはもう決まってます。この何、ユーザーがこのやつやり残してること。そうですね、これあのちゃんと伝えました、リンチ。ほとんど未成年じゃないですか、見てる人大丈夫ですか、最初ビアガーデンって言った時大丈夫ですか、僕も今何って思ったんですけど大丈夫です勝ちで来てるって言ってました、それも考慮してる、考慮してますもん。なるほど、基本インドアの人しかいないと思ってます。はぁ、なるほど、なるほど、すごい。で、アウトドアの少ない中からこれを選ばせる、選ぶと最初に弾いてますから、そうすればちゃんと綺麗になるだろうと。告知なんてどうでもいい。かっこいい。まあ勝ったら告知ついてくる。かっこいい。今までこんなゲストいなかった。すげえ。告知なんて。違うな。二回言ったぞ。そこから入ってくるぞ。ほらもう、レオさん最高だ。できてるもん。告知なんてどう。ちゃんとユーザーの皆さん選んでくださいよ。ちゃんと。いきましょう。誤差2ってことは、うん、48から52の範囲だったらもう半分に割れたと思っていいよね。じゃあいきましょう、せーの、おー、すごい、やば
これ。だってこれ両方誰もやってないでしょこれ。いやすごい、いや僕何でも知ってるんですよ。来たこれ。本当にもう自分でも結構あの不安だったんですよ。不安だったの？ちっとも見せなかったそんなの。そうですよね。いやいやいや、でも勝ちにいってます。いやすごい、終わりました。びっくりした。では改めてじっくりとたっぷりとこちらでお知らせの方をお願いいたします。はい、お口のページを僕は開いてないじゃないですか。一分しかない。こんなことになると思ってなかったんだよ。それではどこからいこうかな、ね、現在インチ3ヶ月連続リリース中でございます。そうです。第1弾イボークシングル発売中です。チェックしてください、はい、こちらです。こちら、ね、チェックしてくださいね、はい、1分って結構長いですね。ありますよ、ゆっくり読めるなこれ。そして、はい、来月9月2日には第2弾シングルエタニティリリースします、うん、さらに第3弾、こちら10月7日、うん、フルアルバムをリリースします。よろしくお願いします。ございます。そして10月11日からは全国ツアーダークダーカーダークネス開催決定しております。8月末にはムックとの対バンやります。そして来る9月30日には私の神様です、うん、サッズとの共演も決まっております。皆さんぜひいらしてください。詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。いやー、お願いします。すげー、余ったいやでもすごかった。すごかったですね。もうみんなコメントは一気に増えて、今もほらまだザワザワがもうザワザワしましたね今。ねえ、落ち着きがこう止まらないぐらいもう今なって、ああきつい、行きますよとも来てますね。そうなんですね。今ちょっと神様なんていう話もありましたが、僕も清原さんすごい仲がいいので、ちょっと長いんですけど付き合いが。サッズですかやっぱり神様。僕まあ黒夢がきっかけで始めてるので、一緒に肩並べてやれるっていうのは本当に感動もんで、はい。もうそういう話もしたんですか。どういう話ですか。それこそもうずっと憧れでしたみたいな話。あ、もうそれはもう、大昔から。そうなんですね。こういう時ってやっぱり なんですか、ちょっと変に力が入ってしまってもダメだしっていう、どういう思いがありますかね。実は一度黒夢の前座をやらせていただいたことがあって、その時はでも全然緊張しなかったです。なんかスカッとした気持ちでできて、すごい楽しかったんで、はい、今回も純粋に楽しめると思います。わー、皆さんぜひそちらまで楽しみにしててください。びっちりスケジュール入ってますからね、これ。あ、初見の人もいました。あ、ムックで行きますって人もいますね。ありがとうございます。そうですね、これね。はい、ありがとうございました。本日のゲスト、リンチから葉月さん、そしてレオさん、秋典さん、本当にありがとうございました。さあ、ここで夏休み特別企画の池袋で有名人に似てる人探してみたの中継はどうなってるでしょうか。中継見てみましょう。コマティン。はい、どうも。ビッキーできました。はいはい、あれ、音が。あ、大丈夫ですよ。はいよ、大丈夫よ。どうなってんの。すいません、どうも。うん、ビッキーできました、ちょいちょい、また今日も。うん、あら、はい。いた。いました。うん。はい、あの、写真、あ、写真をちょっととりあえずお送りしたんで。おう。はい、写真出る。本当？はい、中継に来れなかった方の顔写真ちょっと先にお願いします。いいよいいよ、うん、はい、こちらがですね、うん、ラーメン屋さん、誰も見たことがないであろう、うん、化粧を取った桐生翔。あのね、でも山田さん見たことない。俺見たことあるけど似てねえよ。失礼だろ。そんなお前誰でも写真見ちゃう。ほらみんなコメントも似てねえって言われてるよ。多分これは見てなかったら誰でもいいじゃん。違う、お前探せなくなかったからってお前素人適当に出すな。ダメだろ、適当なこと。そうですね、うん、なしなし。僕もちょっとあの見たことないから分かんないですって言っときました、うん、本当に仕事して仕事。もう一人、うん、もう一枚あるんで、うん、こちらどうぞ、うん、ですね、女性なんですが、うん、ルナシーの目だけイノランさん。似てない。イノランも全然よく知ってるしけど似てない。本当ですか。イノランさんの目ですよこれ。全然似てない。問題ですね、うん、それね。いや、むっちゃ疲れ目の人だよこの人。完全にあれですもん。邪悪ですよ。うん、寝てねえベッキーだろこれ。あ、最初に言われたのが、うん、新幹線から顔出したベッキーって言われました、うん、ね。そうだろこれ。3日徹夜したベッキーだろこれな。3日目ベッキーで、うん、みそのさんもね、もう1枚いってますか。あ、あるんですか。もう1枚、ですね、目だけビッグバンのディライトさんです。あのね、うん、なんか本当にね、昨日とクオリティが全然違うな。なんだよ。あれですね、今日池袋あれですね、人いなかったですね。なんだよこれ。いなかった。
やっぱね、いや、みんな結構お盆休み入ってて、そんなに確かに街には出ないんだ。繁華街混んでない感じ。なるほど、そうなんですよ。今後ろでも見て取れると思うんですけど、まばらなんですよね。やっぱりさ、東京って本当にすごく思うんだけど、田舎者の集まりの場所だよね。顕著に出ますよね。ね、お盆と正月かい。そう、田舎者の集まりがいかに集まってるかっていうところよくわかる。なるほど。各有、俺もそうだから俺もね、まあ僕もそうですけど、みんな田舎から来てるからね、絶対帰りたいって思う。お盆だったらみんな帰っちゃうんだよ。もう帰ろうって思うし、それでなんですけどね。そうなんだよ。今日ちょっと中継に出ていただける方が一人、うん、いまして、うん、ちょっとここに関してはちょっと僕も自信あるんですが、よろしいですか。あ、楽しみ。はい、こちらの方です。はい、おっと、身長的な問題か。あら、はい、ですね、うん、かの有名なマックス村井さんです。似てる似てる、ちょっと似てるけど絶対こいつは社長じゃねえな。稼いでなさそうだな。似てる似てる似てるけど金の匂いがしない。なぜだ。成功してないマックス村がどうしてだろう。似てるな。似てる似てる。ちょっとじゃあ年収聞いてみてよ、似てんだったら。年収は、うん、200万。ああ、ね、はい。ミニマム村じゃねえかこれ。大丈夫か。ミニマムさんでした、すいません。いいね、頑張ってるよね。いや、頑張って働いてますよ。もう200稼ぐのも大変なんですよ。たまたまマックス村井がすごすぎるだけで。本当ですよ、もう頑張ってますよ、もう。ありがとう、ありがとう。もう今日ちょっと、今日これで終わり。ミニマム村井で終わり。ミニマム村井で今日はちょっと、なんでちょっと罰投げに一発ちょっとやりたいと思いまして。何何。あのですね、ちょっと僕歩いてる途中に視聴者の方にお会いしまして、差し入れが入ったんですよ。おお、ちょっと来た来た来た。コーラ、水は見たことあるけど、一気に行きましょう。若干減ってるんですけど、いいですか。ちょっと熱くて飲んじゃいました。いけるんだな、本当に。え、コーラです、コーラですよ。こぼすなよ、こぼすなよ。いや、8秒で8秒で、そこはなんと8秒で、今日はそこなんと8秒で。あー、いいですよ、周りの目がきつい。よし、5、行きましょうか。じゃあ、カウントお願いします。みんなもコメントでカウントね。はい、うん、行きますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9。おー、でも今泡なしだったらほぼ8だね。そうですね。はい、今もう終わってました。もう口離してたんであります。あー、なるほど。ありがとうございます。すげえすげえ、マーティン。はい、あのね、今来てるよ。一気の目は本当に危険ですって。本当ですか。気をつけてください。公開処刑ってことですかこれ。絶対真似しないでください。はい、ね、あれしていきませんよ。ありがとう、コマティ。ありがとうございます、すいません、今日は本当。コマティ、あのね、これでまた数字持ってるなって分かったら、はい、来週呼ぶけど、はい、うん、大した変化なかったらこれで最終回。あ、もう木曜日ですもんね、もうね、もう木曜だから。そうですね。そう、どうだった。僕はじゃあもう期待してます。本当、手応え感じてる。あ、もう僕はもう本当に感じてるよ、ね、やりきりましたんで、うん、そしてね、コマティンのこう応援してくれてるこのメッセージ、このコメントの多いこと多いこと、本当、コマティンが出ると ねコメントすごいんですよ。そうですよね。でね、昨日もちょっとね、僕のね、イベントに来てくれたんですけど、はいはいはい、その時マリオさんがね、コマティンのユーザーのコメントは素晴らしい人がいると、うん、このね、打ってる中ですごくね、素敵なセンスを持ってる人がいるっつって、ほうほう、マリオさんが昨日ね、見逃さなかったの。なるほど。あったよね。ありましたね、昨日スクリューさんがゲストだったんですけど、はいはいはい、コメントで、俺フォークとスライダーは好きだったけど、スクリュー今日初めて好きになったわって。すごいコメントでしょ。天才っす、天才。ゲストがスクリューの時にそんなコメントを書いてたんですよ。今までフォークとスライダーだけだったけど、これからスクリューも好きになったんです。それこれいらないんじゃないですかこれ。こんなね、コメントが書けるユーザーがいるってことはね、コマティンの後ろにはね、優秀なユーザーがむちゃくちゃ後ろに控えてるんですよ。いや、まあ、今、ミニマムさんしか控えてないですけど今、ね、何ですか。ただ今ね、コメントではタケと交換だなってきましたよ。あ、タケ君ありがとう、今まで来ましたよ。ね、なのでまたちょっとぜひ今度中継の時は手伝ってください。はい、はい、ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございます。最後ちょっとユーザーにも一言。あ、ユーザーに一言。じゃあ、
これが大人の10コンボだ。あ、ん？はい。ありがとう。最後の最後に素人をいじるな。無理だろそれ。いいね。いやさすが。いやでもコマティ面白いな。面白い。最高だね。うん、好きになっちゃったね。俺も好きなんですよ。一回一緒になってから。あ本当？はい。あじゃあやっぱ帰るっすよ。そうっすね、うん、まあ。よく決めちゃっていいよ。いやいや。うん、重いな滝くんも。重いなって今帰そうなんですよ。ダメだよ。さあということであっという間のエンディングですよ、くん、お知らせお願いします。はい、まず明日14日金曜日、東京アイドルフェスティバル2015にも出演しましたフラップガールズスクールさんが生登場します、うん、レッスンを公開したり成績を堂々と公表したりとアイドルたちの新時代を切り開く彼女をぜひ生でチェックしてください。そしてもう一組、夏といえばキャンプ、サバイバリストの亀五郎さんが登場します。野草、虫、魚、甲殻類、爬虫類、両生類、食べられるものは何でも食べるそうでですね、あの写真が届いたらしいんですけれども、それを見て早速スタッフが応答するという、うんうん、え、マジヤバい写真が出るらしいので、ね、皆さん、はい、そして来週1週間はですね、山田さんが池袋を飛び出して、うん、タイからビッグゲストと中継します。行ってきます、はい、来週月曜日8月17日はこの方が降臨です。生放送するとしていきます。でもう今あの山チャンネルで LV はもう立てておいたので、はいはいはい、月火水木と4曜日分、うん、もう今からこれ探して全部タイムシフトしておいてください、うん、2チャンネル同士で楽しまないと、2チャンネル2窓か、うん、2窓で楽しまないと多分両方分かんなくなっちゃうので、うん、なるほどなるほどなるほど、はい、早めにちょっとこう両方チェックしながら2つ見逃さないで、うん、はいはい、で僕の山チャンネルの方だけちょっと長めに2時間全部番組作ってあるから前後、なるほど。なぜならあのほら電波状況とか、うん、そういう回線の環境によってもしかしたら放送もどこまでできるかわからないので、中継とかもね、そうなの、ちょっとねそれを心配してるんですが、まあ、とりあえず行ってみます、はい、なので、まあ、みんな本当にダメでもごめんなさい、うん、ダメな場合はあのガクトさんの綺麗なアーシャが届くんでその写真を見ながらりょうくんは OK です、今頃山ちゃん会ってんだろうなっていうような思い出の話をするいいないいなっていう、もうね本当わかんないのどうなるか、海外での生放送ってもうまあとにかくわかんないんでね、行ってみるまで。そっか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 、そうなの、海外、そっか、日本でつなぐわけじゃないですもんね、日本ならまだね、そうですね、そう、じゃあ回線借りちゃおうとかポケット Wi-Fi でってなるけど、海外でしかも言葉も通じないし、うん、もうとにかく気がついたらまあ多分もうパッタイ食べて終わりかもしれないんで、もうなんとかもうなんとかねなんとか祈って頑張って皆さんも願っててください。はい、はい、そして18日火曜日、ベイビーレイズジャパンのニコラジということで、乗り込み乗っ取りアイドルの名の通り、 AKB やももクロのライブに乗り込みまくっている彼女たちが池袋でもその勢いのままに登場しますと、うん、あ、乗っ取られるんですね。そうだって、うん、MC だって、ね、MC の位置に入るんですね。そう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 、なるほどなるほど、ね、楽しみです、はい、そして19日水曜日、小島よしおのニコラジここも乗っ取り？そうなんです。あ、結局俺全部中継であっち行っちゃうから。なるほど。うん。あの誰か代わりにって言ったらまさかの小島よしおさんだった。そのままやってもらうんですか？ピーヤ。ピーヤ。ピーヤ。ピーヤしてもらうんですね。なるほど。でその日、まあ芦田ヒーローさんです、ね。そうです。はい。生中継ということで。そして20日木曜日、エクスプロージョンのニコラジー。うん。エクスプロージョンさんね、あの本能寺の変、はい、再生回数なんと2000万超えということで、うん、またスタジオで披露してくれたり。ね、まあ、最新作の踊ってみたもね、一緒にやったりとかするのかしないのかみたいなところなんですけど、ね、楽しみでございます。あとこのさっきの水と木見てもらって分かった通り、たけくんの友達らしくて、このゲーム実況者のラッダー、あ、ラッダーさん、そうですね、ラッダーさんも、え、水木、そうなんです、来ていただける、そうなんです、僕ね、たけくんとラッダーくんと一緒にガクトさんと足田ヒーローに会いに行く、なるほどなるほどなるほど、そうなの、これゲーム実況しに行くんですか。そう、あのガク君がガク君なんかゲーム実況たまにやってるみたいなのよ。え、それでちょっと一緒に対戦とかもできたら面白いんじゃないのってこともあって、まああとはとにかくあのみんなでワイワイ楽しくしてみようかなと。うん、あ、ほら対面つ面白いってきたじゃない、ほら。そうそうですね。僕ラッダー君と絡むのは初めてなんで。あ、そこで。そうなの。なるほど。ちょっとそこら辺もいっぱい教えてもらおうかなと。来週も楽しみですね、これ。ほらゲーム実況者つったってもしかしたらね、うん、全然タケ君じゃなくて今ラッダーの時代かもしれないし。そうしたらもう早めにね、ラッダー。わかんないですけど、まあ、わかんないでしょ、わかんないですけど、だっけ、とにかく俺呼んでくれないから池袋に。と呼んでくれないから、なんでなんで、人気あると、
でしょ、人気あると思ってるんですけど言葉ちっちゃくなってる。たけくん人気あると思ってたんですけど否定しないで。ね、でもなので楽しみにしててください、はい、タイのね、はい、ゲーム実況したいみたいと思います、はい、そして本日初解禁となりました24日月曜日ニコラジ来ました、ルナティックフェスでお会いしたあの方がニコラジに降臨します。なんとイノランさんがほらニコラジに登場ということで、見たでしょさっきの目と違うでしょ全然、これ全然違います、ね、これが本物の目だよ、全然違う、全然コマティの似てなかったでしょ、適当だな。ということでルナシーからイノランさんも、この間川村隆一さん来てくれましたけど、今度はイノランさん、え、これはここに来られるってことですね。そうでしょう、え、どうする、またどっか行ってくれって言われたらイノランさんどこにいんだろう心配だ、いや大変なことになりそうですね、来てくれるでしょう池袋に、うん、ね、楽しみに待ってください、はい、今からみんなだからこういうのをつぶやいたり拡散したりね、うん、そういうのも頼むよ、ニコラジすげえんだってみたいな、もう、ね、決まり次第こうやって出していくので、そうそうそう、でこうファンの間でも情報をね拡散しといてくれると、うん、この日いっぱい見てもらえることになるんで、そうですよね、うん、もう事前にねすげえ人来るよみたいな、うん、お願いしますね、はいはい、そしてもう一個、うん、31日月曜日アルスマグナ登場が決定、来たこちら、なんとアルスマグナ武道館ワンマンが決定したということで、そうなんだよ来年ね正月に、そうなんですよ、うん、なのでこちらも楽しみ、いろんな話がね聞けるんじゃないかなということでございます。こんなもんでしょうか、その他ニコラジの詳しい情報などは、はい、ね、ネットだったり、はい、ホームページでこちら確認してください。りょうくんのお知らせは、はい、明日明後日、うん、じゃねえや日曜日ですね、あのコミケマーケット、コミックマーケットに出ます。あと月曜日そのまま次の日ですね、ライブもありますので、こちらのブッキングライブなんでワンマンとかではないんですけどに出ますので、皆さんよかったら遊びに来てくださいね。皆さんコミケでもりょうくんに会えますよ、コミケで、コミケも ね、ぜひ遊びに来てください、うん、お願いします。マリオさんも出るんだっけ、はい、僕もコミケ行きます、ね、日曜日同じ日に行きます、16日、スペースの場所は忘れました、よろしくお願いします、ね、どっかにいます、大丈夫、マリオさん、はい、もう当日なんかつぶやくからきっと、うん、どっかにいます、この辺って、ね、ツイッターだけ見てて、よろしくお願いします、大体飲んでるかコミケで飲んでるか大体大丈夫だから会場で酒飲んだら死んでしまうな楽しみにしててください、はい、お願いします。他にはあ、僕のね、ずっと今週伝えてますけど、このロックコープス、まあ本当にまさにあのりょうくんともね、りょうくんもほら福島の人なんで、僕もちょっとね福島はずっと応援し続けたいなということで、このロックコープス、ね、ボランティアをするとこのライブがタダで見れるよという、そう、4時間のライブにあのボランティアに参加すると、中島美嘉ちゃん、パフィー、そしてホームメイド家族、海外からウィル・アイ・アム、ウィル・アイ・アムすごいでしょ、すごいです、ブラック・アイド・ピーズタダで見れないよ、いや本当にそうですよ、なので今日実はねニュースにもなってて、もうあの参加する中島美嘉ちゃんも、うん、あの被災地に行って、実際にボランティアをしてくれたというね、あの仮設がまだあったりしてね、そこの草むしりだとかそういったものを、ね、手伝ったという今日はニュースが流れてました。これすごく素敵なのは、この参加者全員がそのね、あ、やってるボランティアもみんなやって、で僕ももちろん手伝って、なんか全員なんですよ、だからもう同じ気持ちで同じことやろうねっていうものだから、こういった強制的じゃなくてこういうことが自然に行われることって一番素敵だなと思っているので、あのぜひ皆さんこの総合体感遊びに来てください。行きたいんですよね、僕もなんか、ね、時間があるのも本当にそういうことしたいんですけど、あのね、本当にもしりょうくんもあの、うん、このロックコープスって調べてもらえると、まだ実はボランティア募集してて、はい、東京でもやれるんですよ、え、それこそだから別にできることがあるってことですね、そう、現地に行くわけじゃなくて、フィルムを洗浄するとかアルバムとか、そういう東京でもできる、あ、その場所を確保してやってるんですね、ボランティアってあるので、あ、そうなんだ、それであの帰りにはチケットもらえるので、それで来てもらうっていうの、なるほど、うん、あともう何といってもすごく僕にとって思い入れがあるのは、この東総合体育館って、あのほらあの震災があった時の避難場所だったのよ、あ、なるほど、それが余計ね、やっぱり そこでねずっと、まあ、家帰れなくなって寝泊まりしてた場の場所がライブ会場になるっていうところに、この何かね元気をもらえたりするものもあるので、ぜひみんな東総合体育館でこと笑顔でね集まってもらいたいので、まだ参加者募集しております、どうぞ集まってみてください。以上でございます、今日の1枚いきましょう、はい、りょうくんじゃないよ、マリオさん、はい、こんなリンチ、おーすごい来たね、一人だけ釣ってないね本当に嬉しそう、ね、よかった、レオさん言ってたもんね、なんか今日も喋りすぎたなつってなんか可愛いキャラ出しすぎちゃった、すごい喋ってくれた、ね、反省してたな、ギャップがねえ、だからそこが素敵ですからね、いや素敵でした、はい、リンチもまたぜひ遊びに来てもらいたいと思います、うん、今日もこの池袋に遊びに来てくれた皆さんありがとうございました、また来てね、また来てね、夏バテ気をつけてね、うん、
それではニコラジはまた明日夜7時です。ここまでのお相手山田でした。リョウと五月病マリオでした。ありがとう。ではこの最後のカメラでバイバイ。